こんばんは。ここは JR 最北端の稚内です。さっき飛行機で行きまして、宗谷岬も行きました。でもう明日もいろいろやることがあるので、今日はホテルに入って、引っ込んでいようと思いますが、まあ、せっかく来たので北海道のものを一つご紹介。セイコーマートのコンビニです。このコンビニは大変素晴らしいので、中で買い物をして皆さんにご覧に入れたいと思います。もともとは酒屋さんが、発祥となっているコンビニで、まあ、酒屋となんていうのかな、そこにこう上から乗っかるような形でお店を広げてきました。で営業時間が24時間でないというのもこれも知られておりまして、24時間のものも多いんですけれど、ここはそうではありません。このセイコーマートは駅直結なんですけれど、6時から24時かな、10時に終わったりするようなものもあります。買ってきました。8点で960円、150円、130円、118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 円、108円、100円で、お買い上げ個数が8点なんですね。足元がものすごくカチカチに凍ってるからね、ちょっと気をつけないといけません。稚内は結構泊まるところが多いんですけれど、稚内駅が街の中心だと思う人が多いでしょうか。実は南稚内の方が中心部に近いわけでして、本当に怖いな、これガリガリに凍ってるな。で、その南稚内の周りには安く1泊4000円とかでね、かなりいいホテルがいっぱいあります。で、稚内にじゃあ泊まるときはどうするかって、まあ大概私はね、あそこにあるあのホテル道民院、まあ、道民院の方が安いからなんですけど、道民院に泊まってですね、あの温泉とかに入ったり、あのコインランドリーとか使ったりするわけですが、もう一つシティホテルがありまして、道民院ってのはビジネスホテルらしいですね、正確にね。あのあそこにあるのが稚内唯一のシティホテルということで、稚内で一番格が高いホテルのはずですが、かつて ANA クラウンプラザホテルと言いました。もっと前は、全日空、稚内全日空ホテルという名前だったはずですが、まあ、ともかく今ですね、名前が変わったんだそうですね。よく2014年だったかな、あのホテルがね、あの ANA クラウンプラザホテルっていう名前になったらね。で、JR 北海道とかのツアーのパンフレットを見るとね、あのホテルの名前が書いてありましたけど、今は何になったんだっけ。あそこに稚内駅がありまして、昔の駅舎はもうちょっと手前にあったはずですが、まあ、ともかくこの辺りかなり広々としてるんですよね。他には大して何もないようなところに立っています。サフィールかな、サフィールホテル稚内って書いてありますね。この建物は昔から変わってません。1980年代だったか90年代だったかに建てたホテルで、全日空ホテルという名前でしたが、確かできた当時から赤字がずっと続いていたんじゃなかったかな。まあ、多分黒字を前提としたホテルというより、あの補助金とかでね、稚内の観光の活性化に向けて作ったホテルでもあったんじゃないかと思います。だから多分今もすごい儲かってるってことはないと思うんですけど、どういうわけかずっと長い間全日空の元でやってたのに、ついこの間ついに全日空ホテルの名前、ANA ホテルではなくなりまして、サフィールホテル、これね、タクシーの運転手さんからさっき教えてもらったんですけど、経営してる方があの九州の方から大阪の方に変わりましたよ、なんてそんな風にねおっしゃってました。入り口もなかなかラグジュアリーな感じ、確かに稚内で一番格が高そうです。確かにエレベーターとかちょっと古く見えますけど、でも綺麗ですよ。丸い建物なんでね、全般的にこういう風に丸く作られてますけど、これ新聞受けかな。これでも開いたのか、開いたらしいね。お、広いな。え、ツインルームじゃないですか。いや、あのね、道民は好きでよく使うんですけど、あそこの問題点は Wi-Fi のスピードがめちゃくちゃ遅いんですよね。今は変わったかもしれない、もう最後に道民に泊まったのは1年ぐらい前ですから。でも1万年前だったらなんか変わってないような気もするんだよな。いろいろあるな。水もサービスされてます。でも一人で泊まるっていう風に予約したからかな、1本しか置いてありませんね。全然それで別にいいですけど、一人で泊まるんだから実際。他の調度品も全部名前をこう変えて、大変だったでしょうね、サフィールホテルに変えるのが。なんかこんな雑誌みたいなのも入ってる。で、まず私は電子レンジを使いたいんですけど、さすがに部屋には電子レンジはまあ置いてないので、ちょっと外へ出て探してみる。そういう案内がどっか書いてあるね。電子レンジはもしかしてないか、いやいや、あった。1階にあるんだな。ソフトドリンク、アルコール、各階にはないけれど、1階に自体電子レンジがあるから、じゃあちょっとそこ行って温めてこよう。レストランは2つあってですね、これがその中の1つ、色彩ダイニングアンノーンって書いたのかなって書いてありますけど、美味しそうですね。これしゃぶしゃぶ、すき焼き食べ放題だって。6480円、そういや空気が。で、ホテル帰ってきましたから買ってきたものを皆さんにご覧に入れますね。あの佐藤のご飯みたいなやつ、セイコーマート独自ブランド、これ108円かなんか、まあこれはいいでしょう。これは大根の、切り干し大根ですね。
これがですね118円ね。まあこれもまあ普通かなと。で、これはザンギ、北海道の名物の唐揚げみたいなやつ130円。ただしこれがザンギっていうのが唐揚げと何が違うのかっていうのをなんか分かる人はほとんどいないでしょう。私も分かりません。なんかザンギはなんか味付けにニンニクを使ってるという話なんですが、食べても分からないようなものが大半なんですけれど、なんとこのセイコーマートはですね、まあこれ北海道にあの馴染みのあるようなものをたくさん売っているんですけれど、だからザンギもね、あの北海道の名物だから売ってるんだろうと思うんですけれど、これね、あの道産鶏胸肉の唐揚げということで、唐揚げとザンギがねしっかり区別してるんです。しかもあの唐揚げの方が若干安いんですね。ということはおそらくあのなんかこう違う要素があるんだろうなと思うんですけど、あとは量の問題かな。ザンギの方が少し少ないみたいですね。まあいろいろあります。で、例えばそうそう、途中で言い忘れてましたけど、このセイコーマートっていうのは北海道のコンビニのシェアでは1位を誇っています。ちなみに、埼玉県と茨城県にもセイコーマートはあります。で、問題なのはこれなんですよ。見てください、これ問題っていうかね、クリーミーカルボナーラ118円。これですよ。この大きさのスパゲッティちゃんと入ってるんですよ、しっかりね。118円、これも118円。チキンたっぷりペペロンチーノ、これ鶏肉、いやちょっとね安すぎ、おかしいんですよね。これがセイコーマートの真骨頂だと言われています。で、私もお金のない時に散々お世話になったし、今も別にこれじゃないものを食べることだってできるわけですが、美味しいので、安くて美味しいんだから別にあのね、金額で安くて美味しいと言いましたけど、美味しいんだから別にあの当時と同じように味わうことができるわけですよ。あのね、やっぱお金がなくて食パンをずっと一日、大きい食パンを買って一日中それをかじってるみたいな、そんな生活はしなくなりましたけど、でもこれは美味しいですよ。このようにこう鶏肉がたっぷり乗ってるの、うん、ほんと美味しい、うん、うん、あのね、うん、これ緑茶ですけど96円かなんかかな。セイコーマートではこういうの売ってるんですけど、あの緑茶、ほうじ茶、ジャスミン茶、何もなかったかな。あとミルクティーか、紅茶もありますね。レモンティーもあったかな。で、味もね美味しいんですよ。午後の紅茶と味が変わりますね。しかもなんかエニワ岳の純粋仕立てって言ってね、エニワ岳っていうのは新千歳空港の近くにある山でして、エニワ駅っていうのもありますけどね、もう水を使ってると。ほんでね、96円って安いと思うんですよ。お茶がどこなのかなと思ったら、お茶はね、京都の、多分宇治とかあの辺で作ってるやつなんですよね。しかもセイコーマートは品揃えもいいし、なんか普通に売ってないようなものもたまに売ってたりしてね。うん、ちなみにそうそう、なんかコンビニで成人向け雑誌、なんていうの、エロ本って言えばいいのか、売らないことになったらしいですけど、セイコーマートは売ってましたね。いや、私は買ってないですよ。前からやってみたかった。ザンギと唐揚げの違いをここでやってみるか。なんか唐揚げのがいっぱい入っててね、ザンギちょっとしか入ってないんですけど、なんかザンギの方がしっかり作ってる感じしますよね。唐揚げはなんか雑に詰めましたね。まあそんなことないんだろうけど、なんか小さいし、唐揚げってこんなちっちゃくないような気がするんだよね。なんか、うん、おう、お弁当に入ってる唐揚げの味かな。お母さんのお弁当に入ってる唐揚げみたいな、うん、運動会の時に作ってもらいましたけどね、こんな味でしたね、うん、唐揚げ用の粉を買って家で唐揚げあげるとこんな感じになると思う。こちらザンギ大きいです。匂いがなんか違うな、醤油の匂いがする。うん、非常に柔らかい、なんか全然違う。でも
まあこれも美味しいんですけど、ザンギを普通とすればこれはまずいに入ると思う。いや美味しいですよ。なんかね、唐揚げよりも北海道独自のザンギの方が美味しいですよっていうような主張をこの味の違いからなんか感じる。あ、ちなみにザンギの方はね、生姜の味がしますね、ちょっと。ニンニクじゃなくて生姜でしたっけ、その定義の違い。まあ、ともかく美味しい。うん。で、ご飯を買いましたんで、これ食べながらね。うん。これ私が好きなのはね、うん。卵焼き、あれも充実してるんですよ。中札内の帯広の方の卵ですけどね。本当に北海道産のものを使うのが多い。この切り干し大根もまたやっぱり北海道産ですね。うん、うん、出汁が効いてて美味しいわ。これ味っこすぎないし、食塩相当量 0.64g って書いてあってね、セイコーマートって結構減塩志向らしくて、うん、欧米では1日の食塩摂取量は 6g にするべきだなんていう主張がメインらしいですけど、少なくいいのもどうかと思いますが、私の家系は高血圧になりがちなので気にすることにしてるんですけど、これなかなかいいですね。うん、みんなおいしい。ちょっと冷めてきたからな、急いで食べような。もうほんと考えないときね、カルボナーラとペペロンチーノ買ってね、ずっとこればっか食べてましたね。なんかちょっとキャベツも入ってるんですよ。で、少しは野菜取れるかなみたいな。うん、まあ、お茶今でも美味しく感じます。これ2食分買ってきたからな、ちょっと多すぎるんですけど、他にセイコーマートではホットシェフというのもありまして、セコマットのキャラクターの牛がいるんですけどね、あのマークになっていて、稚内の駅前の店ではやってないんですが、稚内の町の中心に近い南稚内の近くにホットシェフを取り扱っている店が2軒確かあったはずです。そこ行くと、うん、お店の人がですね、あのもう作り方を研修でしっかり覚えていて、調理場がコンビニの中にあって作るんですよ。で、炊いたご飯の上に例えばカツ丼、とんかつをね並べて、そこに卵を割るとか豚丼とかね、それから、大きなおにぎり、ジャンボおにぎりっていうのかな、あのベーコンおかかが美味しいんですけど、美味しいですよあれ。ちょっとバターが効いてるような気がするけど、それから、まあ、あとはそこにフライドチキンとかね、店で焼いたらしいんですけど、店で焼いたクロワッサンとかそういうの売ってるんですよ。安くてね、美味しい。ただ、真骨頂はこのスパゲッティだと思います。これ本当に貧乏な北海道旅行の際にはね、もう必需品ですから。うん。本当うまい、美味しい。あとですね、まだ皆さんにご覧に入れたいものもう一個あるんですけど、これちょっと前に北海道メロンフェアっていうのがありまして、それでこういうのやり始めたんだと思うんですけど、メロンシャーベットみたいなの中に入ってて、すごいこれ美味しい、めちゃくちゃ美味しいんですよ。でこれもまた北海道産メロン果汁使用で、牛乳も確か含まれてると思うんですけど、これは あるね、牛乳も北海道産牛乳ですね。でね、これ前来た時これにハマりまして、
私が本当にお金なかった頃ですけど、最長往復切符の旅をやってた時にね、第1回目の北海道で、まだ当時交通系 YouTuber になってなかった綿貫わたるさんがですね、私に会いに来てくれて、で綿貫さんにご馳走していただいたんだか、もしくは綿貫さんに相当その時にお世話になったので、それで私が確かじゃあこれぐらいはご馳走させてくださいって言ったのか、ちょっとどっちか覚えてないんですけど、こういうものをね、そう2人で食べました。いや、これ美味しかったですね。懐かしい。プラノで虹を見ながら一緒に食べたんですよ。まあこんなにある、まあ、当時はね、お腹減ってますから、腹が満ちるっていうことだけで幸せなのに、味がちゃんとついててね、食べ物なんて全部一緒だみたいなこと言ってますけど、当時と比べれば美味しいものいっぱい食べてね、舌も肥えたっていうんですか、なったと思うんですけど、でも今でも美味しいって感じるのはね、やっぱ本物だと思う。それがあなた112円ですよ。112円か118円か。いや、ほんと最高のコンビニだよ、これ。北海道旅行を、もう、なんか味わいまくった人は、北海道に行って何を食べるかって。海鮮丼とか、味噌バターコーンラーメンなどではなく、セイコーマートの豚丼、セイコーマートのスパゲッティを買って、セイコーマートのお茶を飲むと。これが、クロートの北海道旅行なんだそうです。まあでも、味噌バターコーンラーメンも美味しいと思いますけどね。うん。あれは好きですよ、私は。まあコーンはいらないかな。こんな感じでした。ちょっとさすがに買いすぎたな、これ。ご飯買わなくてもよかった気もするけど、あると確かにだな。とりあえず動画はここまで。あとでゆっくり食べます。北海道行ったら行ってみてください。あ、そうそう、あと言わされてましたけど、北海道にはですね、根室に、なんて言ったかな、忘れちゃった、多分ヒグマさんとかがコメントしてくれると思うんですけど、根室とそれから函館にセイコーマートの系列店がありまして、根室は大栄って言ったかな、で函館は長谷川スター、両方とも同じもの売ってるんですけど、根室と函館に行くとセイコーマートじゃなくてそれらになるんですよね。まあでもセイコーマートもあるんですけど、そうそう、不思議なんですが、で、長谷川ストアと大栄の名物といえば焼き鳥で、ホットシェフだけではなく店の中で焼き鳥を焼く、あの焼き鳥が美味しい。あれ以上美味しい焼き鳥はね、なかなかないと思うんですけどね。うん、な感じでした。コンビニで売ってる焼き鳥が超美味しいってすごいですよね。地上の楽園だと思います、本当。オアシス。うん、あとポイントカードの還元率も高いんじゃなかったかな。びっくりした、まさかバーもあるとはな。バーラウンジ、しかもすごい安いな。特別宿泊割引券で書いてある、通常1252円が500円、1533円が600円、1810円、もうなんか全部半額以下。もちろんテーブルチャージ、お通しっていうのそれがつくんですけど、もう終わってしまったけどね。8時から11時までなわけですか。すごいね。そんなにいろいろ揃ってるのか。12階、レストランが2つ、バーがあって、お土産屋さんもあって、あとそうそう、ルームサービスもありますよ。さすがにルームサービスもね、夜9時までとかみたいですし、もう今から頼むことはできないんですが、ビール1本1080円とかね、ワインボトルで4500円、まあ、こういう風にですね、ビーフカレーが1620円とか、イクラ丼2000円、まあ、この辺はルームサービスにしてはこういうところにしたら、ね、安い方じゃない、多分。9時までなのかな、ね、そうみたいですけど。へえ。
すごいな。これ多分もっとね経費を節減してコンパクトにやったって、お客さんはそう簡単にはこのホテルは減らないとは思うんですけど、多分稚内のね、あの一番格が高いホテルとしてその格を維持するためにこういう風に頑張ってやってるってことなんでしょうね。これ土地が広いんだから、こういう高い建物建てないで横にこうベターっとやったっていいと思うんですけど、そこにこううまく稚内のシンボルになるようにこう独特のこういうね断面なわけですけれど、これでこう縦にこう伸びてるわけですよね。そういう形にして、私の部屋3階だったんで、ね、そんなに眺望が良くはないんですが、でももうちょっと上の方の階で、海側指定とかすればね、あのなんか結構角部屋とかになると結構広い部屋でして、ね、なかなかいい景色なようです。晴れた日にはサハリまで見えると。向こうにあるのが、まあ、ライバルと思われますドーミーインですが、確かに向こうと比べてこっちはね、あの大浴場がないっていうのはまあデメリットではあるとは思うんですけど、でも格はこっちの方がもう断然高いように思いますね。もう入り口の時点ですごかったしな、内装が。ただそれだけにね、お客さんの入りの点でなかなかやっぱり苦戦してるようで、多分普通だったらね一泊1万円ぐらい取るようなホテルだと思うんですよ。なんですけどちょっとこうなんていうかな、値段が安いと。一泊私今回6000円ぐらいしか払ってませんけど、ちょっと6000円で泊まるレベルのホテルじゃないわけですよね。まあそれだけつまりこうお客さんの入りがまあそんなに良くはないからこそ値段を下げてるんだと思うんですけど、そのホテルが悪いっていうよりも単純にこの稚内という土地にそれだけものすごくお客さんがたくさん来るかっていうと多分そうでもないんでしょうね。で道民もできてお客さんの取り合いになってみたいな節が強いのかな。南稚内の方にもね良いホテルがいっぱいあるし、結構、競争が激しくてね、稚内って本当宿泊が安いんですよね。下手すると道民院の方がなんかこっちよりね値段取ってることもあるんですけど、それ朝食付きだからなのかな。なんかこういいホテルなのにもったいないなっていう感じがしますね。まあ、ただこういういいホテルを多少もったいないと思われる使い方をして税金を投入してでも、こういうところであのリッチな旅行をして行きたいという人の需要をつかむことができない街では、それはそれで問題があるから、だからおそらくこういった立派なものを維持しているんじゃないでしょうか。今後とも活躍を続けるような気がしますが、しかし黒字でずっとやっているというわけではないので、もしかしたら何らかの方針転換でなくなることもありえなくはない。そのような場所、ちょっとなんかこういう説明をすると複雑な気分になっちゃいますけど、あのトータルで言うとホテルとしてはとてもいいところだ。それがね、あの私の最も一番の感想ですから。稚内という町の観光の振興のね関係でもそうだし、このホテルがしっかりとこう活躍をしてくれると、多分稚内の町全体も観光客がこう賑わうような、そういうところ多分結構つながりがあるかなと思いますので、よし決めた。今後はしばらく私は稚内に来たらば、道民院はほっといても多分名前がね全国に知れてるチェーンですから、まあ、人が集まりやすいと思いますので、今 ANA の名前が消えたこのホテルをね、あの ANA クラウンプラザじゃなくてサフィールホテル稚内になったこのホテルを、今後私が稚内に来るときは積極的に使ってですね、あの勝手に宣伝することをしたいと思います。あのもちろんなんかそんな失礼なことをやったりはしませんけど、いいホテルだからね、こう決めました。あの次回以降ここでなんかすき焼きとかバーとかも行ったりしようかな。まだこのホテルの全貌は私も知りませんけれど、稚内の街中でここよりラグジュアリー感のある場所はなかなかないからね。じゃあとりあえず今晩はこんな感じで、もう11時半なんで寝させていただきます。結構最近寝るのが早め、朝が早いからなんですけど、朝早い時は早く寝ないとね。パソコンを簡単にこう下に向けて、おやすみなさい。